おはようございます。木下プロデュースでございます。今日は2022年1月9日、現在の時刻が9時43分ぐらいですね。昭和記念公園にまたまたやってきました。1月の3日以来だから約1週間ぶりですね。はい、雪はないですね。で今日はですね、ちょっとね、エキシビジョンですね。いつもと変わったことやろうということで、じゃあこの500ミリの長いレンズを持ってきちゃいました。それで眩しいで曇る、サングラスかけると曇るんだよね。あ、雪あるって言えばあるか。それでその鳥さんを取りに来たけど、うわすっげえ、めちゃめちゃ凍っとるわ。へえ、すごいすごいすごい、いいっすね、凍ってて。ただ今日はそういうなんていうの、風景写真ではなくて普通に凍っとるね、すごいな。あーでも今日こういう日に限ってなので、今日はですね普通に野鳥を撮るとどうなるかを試してみたいと思います。素人が野鳥を撮るとどうなるかですね。全く鳥を撮るテクニックはございません。その素人は機械仕掛けのエンジンがついている鳥を撮るんですけど、機械仕掛けではない普通の野生の鳥を撮るというのはやったことがございません。しかもこんな500ミリで、普通はねこれに一脚とかね持ってくる方が多いんですけど、そんなこともしません、めんどくさいんで。なので撮れるものは撮るみたいなね。飛行機よりはね難しいと思いますね、野鳥はね。飛行機はどっから飛んでどのルートでっていうのがねこうやって分かるんで、ただ鳥さんはどこに止まってどうやって飛ぶとかね全然分かんないんで、飛行機よりはものすごく難しいかなと。ただこれをきっかけに何かその鳥屋さんになるような、バードさんになるようなことは多分ないです。はい、もう飛行機とは風景とか花とかでいっぱいですんで、はい、鳥屋さんになろうとは思いません。ちなみに昨日ですね、羽田空港の T1 デッキでですね、はやぶさ図鑑でいろいろ調べてみたら、はやぶさっていう鳥、ものすごく速度が速い180キロぐらいで飛ぶような鳥の写真を撮れましたね。羽田の T1 ターミナルですよ。そこで獲物を捕まえてたハヤブサが飛来してきてですね、で目の前にいたんで、まあ、当時は84匹ですけど、それで撮ったと。羽田空港にもハヤブサなんているんだなんて思っちゃいましたけどね。で、あれ水鳥でも撮ってみます、まず。こういう日に限ってな、いつもの景色のいい水たまりとかにいっぱい鳥がいるんだろうけども、鳥じゃなくてあれだ、氷が張っていい景色になってるんだと思うんですけどね。ちょっと今日はそこまではやりません。どうでしょう、ちょっとやってみましょうかね。じゃあちょっとまた後ほど。モズがなんかいた感じですね。鳥の名前は詳しくないですけど、多分モズみたいな。それよりこの Z6 が初めてなんですけどエラーが出ちゃって、
メカトラブル発生で大変でしたね。はい、あの、なんていうんですか、電源入れてもエラーになっちゃって、まずその設定した内容、例えばピクチャーコントロールがどうのこうのとか、フォーカスポイントがどうのこうの設定したやつが残んないんですよね。残る前に電源が落ちちゃうという感じなんですよね。で、昨日のね、やった設定がそのまま残ってる感じで、で、いくら電源入れ直してもダメで、で、なんていうんですかね、シャッターが落ちたまんまになってて、それで、あの、シャッターボタンを押してリセットかけて、もう一回立ち上がるんですけど、なんかね、エラーになっちゃうという現象は起きましたね。初めてですね、Z を使って。あ、Z も故障するんだ、みたいな。ちょっとびっくり。で、電源、バッテリーを抜いたりとかね、Z ってバッテリー抜くと電源全部完全落ちるするんで、で、なんかやって、やってるうちに、まあ、なんか復活をしたんですけど、ちょっと焦りましたね。エラーって、初めて見ました。あとは鳥はどこにいるんだろう、昭和記念公園って。一応上を見ながら歩いてますけどね。なんだろう、あと四十から。あ、あそこにいる。ちょっとあの鳥と、なんだろう、ちょっと待って。ピント、いなくなっちゃった。ピン、あ、いたいた。ピントを合わせる前に鳥っていなくなっちゃうね。それがなんか鳥の難しさなのかな。常備時かな。っていうか、まずピン、鳥のちっちゃい体にピントが合わない。なかなか、いた。いた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 、あの鳥。遠いな。500ミリ行けるか。どこだどこだ。肉眼、あ、いたいた。ダメだね。追っかけられないね。さすがに。鳥の難しさって多分、なんかいろいろあって、ちっちゃい体にピントが合わせづらい、すごい。そういう問題がありますね、まず。どこまで正解なのかわかんないけど。ああ、そこにもなんか鳥ちっちゃいのいる。ほら、あ、ちょっと撮っちゃおう。撮れるかな。素晴らしっこい。あー、ダメだね、すぐどっか行っちゃうね。というわけで鳥居難しいもう無理すんなよって感じですかね。あー、なんですかね、なんて鳥だろう。あそこにちょっと近づくとまた逃げるんでしょうけど。あ、でも鳥取るのってめんどくさいっすね、結構ね。待ってても、ちょっと待って、常備滝かな。ああ、もうすぐ行っちゃうわ、ダメ。はい、というわけで深追いしません。結構大変だね。今日はなんか風が穏やかで過ごしやすくて、手袋取っちゃいました。なんだろう、10羽ぐらい、10種類ぐらい見つけられるといいですね。ヒヨドリいるのは分かるんだけど、鳥取んの難しい。じゃあ専門家じゃないからいいけど、
ちょっと休憩しようかな、早速。カメラの調子も見たいし。早速ですけど、休憩入りたいと思います。今休憩中ですけど、これがね、まあ Z62 と、それから500ミリの F5.6 なんですけど、そう、調子良くないな、やっぱり。あ、調子いいか。あれ？何なんですかね。とりあえずは大丈夫ですけど、あのなんかね、ここのインジケーターあるじゃないですか、肩のインジケーターにエラーって出るんですよ。で、液晶にシャッターボタンが閉じられて、シャッターが閉じられています、シャッターボタンを押してくださいみたいなね、メッセージが出るんですよね。今復活してますけど、しばらくちょっと大変でしたよ。何なんだろう、すごい怖いな。点検でも出そうかな。今ニコンってあれでしたっけ、点検予約制かなんかなんですよね。だ、点検出ちゃうとな、なんて言うんだろう、あのしばらく使うカメラがなくなっちゃうんだね。ちょっとあれだよな、ちょっと考えようですね。さすがに1台で使ってるんで、今メインが。鳥いる？いない？まあね、確かにこれ、確かに軽い 500g、 500なんですけど、まあ確かにこれ一脚があると楽なんですよ。だから飛行機撮るときに、サンライチャレンジするときとかは一脚必須ですけど、ちょっとね、参っちゃったな。今のところ大丈夫ですけどね、何かあったら写真撮れなくて、Z50 に頑張ってもらわなきゃいけない。今何せ Z9 が、まあ昨日ちゃうな。7日の日ヨドバシカメラに行ったら、やっぱり Z9 の売ってるところが販売してるとか、10月以降って手書きで書かれてましたね。予約受付中10月以降ってなってたんで、いや本当に10月だったらちょっときついですね。今1月でしょ、10ヶ月待ちでしょ。いやちょっときついですね。あ、なんて鳥？お尻を向けてる。あー、行っちゃった。なんて鳥だろう。目標は10種類ですね。鳥さん撮るのに目標10種類いきたいと思います。あ、そうだね、メモリを変えてねんで、あの昨日撮ったハヤブサは映ってないですけど、これモズですよね。映ってますかね。これモズだと思います。あ、映ってないよ。これモズですよね。これね、教えてもらったんですよね。最初常備滝なのかなと思ったら、あの鳥撮ってるおっさんがいて見せたら、あ、それモズやみたいな感じで言われたんですよね。モズちっちゃいんですね、思ったよりね。うん、ちっちゃいって言ったらスズメより大きいですけど、なんでヒヨドリよりもちょっとちっちゃいぐらいな感じですかね。いや、今日あれですね、ファミリーマートが西立川口の降りたところにあるんですけど、あのコーヒー入れるんですよ、これに最近買って。あの家でお湯を入れて少し温めて捨てて、で封して、そうすると温まってるじゃないですか。それにコーヒーをあの買って入れて、そのままドバドバってやるんですけど、カフェラテ買ったんですよね今日ね。そしたらすごいぬるいですね、やっぱカフェラテってミルクが入る分。ちょっと残念。うん、10種類。ああ、そこにも鳥いる。あ、でももうすぐ行っちゃった。やっぱ鳥が結構いますね。ヒヨドリとかカラス以外のちょっと珍しい鳥を撮ってみたいと思います。はい、今日は目標10種類ですね。今モズとなんか変な鳥撮ったんで、3種類ぐらい撮ったんですよ。もう見たことない鳥、
あとそれは家帰って自転車インターネット調べてやらなくちゃいけないんで、ちょっと大作業になりますね。自分知ってる鳥ってそんなにいないんで、ただ昨日のねハヤブサの写真は多分この昭和記念公園今日行った前に多分出ると思うんで出さなくちゃいけないんですけど、それはねびっくりしましたよ。羽田の展望デッキの第一ターミナルのね、あと際っていうの、外のフェンスの向こう側にバーって飛んできて、ふって見たら見たことない鳥で、最初はチョウゲンボウとか、なんかなんつうのノスリじゃないですけど、そういう身近な割と身近な多摩川で見られる鳥なのかなと思って撮ったんですよね。で家帰って、あそうだちょっと待って、スマホであるかも、ちょっと鳥の詳しい方、スマホで今日取り込んだんですよね。それにあれば、いやちょっとメカトラブル怖いな。あったこれこれよいしょ、これです。映るかな、ちょっと待って、これですこれハヤブサですよね。でこれなんていうの、この足元に鳥がいるんですよ。だから獲物を捕まえて羽田の T1 デッキに来て、なんかゆっくり食べるとこ探してるみたいなね感じだと思うんですよね。これカラーとモノクロで撮ったんですけどね、ちょっとモノクロの写真は見にくいかもしれないですけど、こんな感じですね正面から。もともとね昨日これまたウェブサイトに載っけますけど、羽田の T1、T2、T3 行ってきて全部モノクロで撮ってみようっていう企画をしたんですよ自分で。その中でモノクロで最初に撮って、その後にねカラーで撮ったんですけど、これ絶対ハヤブサって鳥ですよね。なんかチョウゲンボウとかノスリはちょっと茶色い鳥なんですよ。トビもそうね、トビも茶色なんですよね。でこの色が白っぽくて点々点々みたいなグレーの斑点がついてる鳥って、なんかすごいやっぱりそのなんて珍しいっていうのかな、あんまりその多摩川近辺にいないみたいな感じの鳥で、ハヤブサみたいなんですよね。でカラスと同じかちょっと小柄っぽいような感じでしたね。ただねいろいろ調べてみたら、やっぱり多摩川にもいるみたいで、湖沼っていうの、河川湖沼っていうのかな、ああいうところにもいないわけじゃないみたいなんですって。でここ最近はやっぱりなんていうの、家の近くというか、やっぱ多摩川都市河川じゃないですか、ああいうところでも見られなくはないみたいなね、なんか研究されてる人のウェブサイト見ましたけども、そうそう、だからハヤブサね、なんかすごい山あいにしかいない鳥なのかなと思ったら、そうでもないみたいなね感じでしたけど、何捕まえてたのかな、あれヒヨドリかな。ですごい狩りが上手らしいんですってね、飛ぶのもすごい上手で、狩りが上手で、孤独な鳥みたいなこと書いてましたけどね。なんかほらスズメとかヒヨドリとかカラスって群れるじゃないですか。でもハヤブサは一羽で生活していくらしいんですって。ね、そういう珍しい鳥が。昭和記念公園もね、どっかもっと上の方行こうと思ってるんですけどね、今日はね、テクテク歩いて。なんかいればね、だって珍しい鳥がいれば撮影したいなと思いますけどね。いや、今日暖かくてよかったな。そんなに風がなく、風が吹くと大変なんでね。はい。今もう10時半。おすごい、もう1時間も経つんだね。というわけで、今日は Z6II と500の F5.6。はい、これで野鳥を撮ってみたいと思います。素人が昭和記念公園で Z6 と 500mm F5.6 で鳥を撮ってみたらこうなったみたいな題名にしたいと思います、はい、本当に、ね、鳥屋さんじゃないんでね、突っ込まれたらちょっと困ります。飛行機専門、花専門、風景専門で、鳥なんてねもう全然眼中にない人なんで、ただ 500mm、 自分の持ってる500と装備でね、どこまで撮れるんだろうっていうのをね、やってみたいと思います。目標10種類、あと7種類だね。だから最後は足りなくなったら、まあ、カラスでもスズメでも撮ろうかと思ってますけどね。あとあれかな、セグロセキレイとかね、ハクセキレイとか、まあ、そんなのも見ましたね。あと何かいたかな、
あとセグロセキレイ、白セキレイ、それから常備竹でしょ、スズメカラス、ヒヨドリで、これ6種類。スズメカラス、ヒヨドリちょっとなしにしたいですけどね。はい、というわけで、はい、じゃ休憩終わりでいきたいと思います。じゃあまた。はい、皆様こんにちは、木下プロデュースでございます。今日もですね、毎度写真の紹介セレクトをしていきたいと思います。今日紹介いたしますのは2022年1月9日昭和記念公園ですね。またまた昭和記念公園です。はい、この NX スタジオで写真の紹介する前にですね、現地で撮影した動画も合わせておりまして、それに引き続いて写真の紹介という形になります。今回はですね、その動画でもありましたけども、Z6II と 500mm の F5.6 を持ってってですね、野鳥撮影にね、ちょっとチャレンジしてきたという試みです。実はこの500の F5.6 ですね、まあ、これはよくな、ね、皆様おなじみで、写真ね、飛行機写真撮ってる時に紹介する、まあ、構成なんですけども、この 500mm のレンズって実はもう、昭和記念公園はね、初デビューでしたね。空港以外で使ったことない、まあ、空港以外じゃないな、飛行機写真以外では使ったことがないみたいなね、感じでしたね。ちょっとびっくりですね。はい、初運用となりましたね。まあ、初運用って言っても、もう多分、2回目、3回目があるかってなるとちょっとクエスチョンなんですけどね。はい、昭和記念公園にこの子が行ったのは初めてというような経験ですね。でね、今回なぜ、まあ、ちょっとね、野鳥を撮ったのか、撮りに行ったかというと、まあ、前回1月の3日に今年初めて昭和記念公園に行ったんですけど、まあ、その時にね、まあ、自分はその氷のね、写真、まあ、この日もちょっと雪がね、降った後だったんで、これめっちゃ氷が張ってるんですけども、まあ、氷の撮影をね、しに行くために、マイクロレンズのね、ちょっと広角なレンズを持ってってたんですけども、まあ、ものすごくその1月3日、鳥屋さんが多かったんですよね。まあ、バードさんっていうんですかね。ものすごく長いレンズとか、ズームレンズを持ってたりとか、一脚構えてたりとか、あとはレンズフードとか、あのレンズにね、あの迷彩柄の、なんていうんですかね、フードカバーみたいなね、レンズカバーをつけてるような人がいっぱいいたんで、あ、鳥撮影かと。で、まあ確かにね、まあいろんな鳥が昭和記念公園来てるのは分かってたんですけど、まあ、ちょっと自分もエキシビジョン的に鳥の撮影をしてみようかなということで、今回 500mm の F5.6PF と、あとは Z6II の、なんていうんですかね、カメラをね、持ってったということになります。まあ専門家じゃないんでね、自分鳥の撮影はね、まあ、飛行機撮影についてはまあ、撮り慣れてるんで、まあ、全然、まあ、なんていうんですかね、自称ハイアマチュアとかね、言っても全然過言ではないんですけども、まあ、鳥についてはね、もうど素人ですね。もう何をどうしていいかよくわかんないみたいなね。だから、とりあえず、同じ飛ぶものを撮るということで、まあ、同じ飛ぶものを撮る、撮影には変わりはしないんだけど、まあ、手法とかやり方は全然違うんですけどね、やってみて分かりましたけど、まあそういうことでね、今回ね、 500mm のレンズを持って昭和記念公園行ってきたって感じですね。でね、行ったのがもう9時35分ぐらいですかね。もうね、開園早々に行ってきました。そしたらね、今日だから自転車のロードレース大会があったみたいですね。なので駅降りたらみんなその輪行で、駅降りた改札の出たあたりでね、自転車組み上げてる人とかね、何人もいましたね。そしてそのなんていうの、外周、ヘルメットかぶって速いバイクで、ロードバイクでなんかね、レースやってるような雰囲気でしたね。そんな日でした。はい、じゃあね、写真紹介していきましょう。これね、今日というかこの日ね、1月の9日、やっぱりね、すごい凍ってたんですよ。ちょっと大雪降ったじゃないですか。で、冷え込んだ影響があってね、もう、すごい氷が張ってましたね。まあでもね、ただ今回はね、氷を撮影するんじゃなくてね、あくまでも鳥を撮影するということで、鳥屋さんになってみたって感じですね。はい。もうね、
でね、そのこの前の動画でも話したんですけども、10種類の野鳥を撮ってみようと、見つけてみようということで行ってみたんですよね。でね、やっぱりほら自分昭和記念公園も何回も行ってるんですけど、まあ、鳥はほらこういう形でカルガモとかね、カラスとか、あとはヒヨドリとかスズメとかね、あの辺は分かってるんで、まあ、それぐらいは取れるだろうとは思ってたんですけど、それ以外に十数種類ぐらいの鳥取れたらいいなっていうので意気込んでいったわけですよ。ただね、やっぱりその実は分かんないんで、もしもダメだったら最後はもうカラス、それから、スズメ、ヒヨドリ、もう見える、あとカモとかね、このカルガモとか見えるやつで、もう全部数合わせてしまおうかなと思ったんですよね。で、今からね、ちょっと紹介はしていくんですけど、数えてみたらね、14種類ぐらいですかね、取れました。はい。思ったよりも鳥がいるんだなっていうことに気づきましたね。でね、いつもはこの NX スタジオで初めて、まあ、メモリーからハードディスクにコピーして、まあ、初めてね、皆さんと一緒に NX スタジオで写真セレクトしていきましょうっていうような、感じで流してるんですけども、今回についてはちょっと申し訳ないんですけど、鳥の説明をしたかったんで、事前に、まあ、こういう形で、ちょっとインターネットを駆使してですね、鳥の、なんていうんですかね、この野鳥の会とかね、いろんなね、ホームページを見て、鳥の種類をね、答え合わせしちゃいました。はい。で、なんていうんだろう、中にはね、すごい難しい鳥もいて、わからなかった鳥も何種類かはいたんですよね。まあ、それはちょっとね、なんていうんだろう、間違えてたらもう、なんていうんだろうね、ご了承願いたいというか、こっちはプロフェッショナルじゃないんで、専門家でもないんでね、多分これではないかということで、聞いていただければいいかなというふうに思います。まだね、まあ、鳥に詳しい方はなんかメッセージかなんかでね、それはなんか違いますよみたいなね、言っていただいてもいいのかなとは思うんですけども、ちょっとね、自分なりにいろいろインターネットをね、調べてみました。で、中にはね、1種類だったかな、2種類だったかね、どうしても、まあ、こういう、なんていうんですかね、鳥の、まあ、野鳥の会のホームページなんですけど、該当しない鳥がやっぱりいたんですよね。ただなんかそんなに珍しい鳥ではなかったと思うので、なんていうんですかね。もうめちゃめちゃ珍しい鳥じゃないというか、普通に昭和記念公園の池にいたぐらいなんだよね。そんなに珍しい鳥ではないんですけども、見つからなかった鳥もいましたと。はい。じゃあね、ちょっとね、紹介していきましょう。はい、まずね、カルガモですね。はい、まあ、これはね、もう身近に撮れますね。これは特に500ミリのレンズを使わなくても、カルガモはいますね。はい。でね、池もね、やっぱり氷が張っててね、やっぱりそこまで氷得意な鳥じゃないんでね、そこは避けてましたけどね。はい。もう多分鳥さん的には、すごい寒かったんじゃないかな、みたいな。で、ね、まず、はい、出ました。これ草むら。これなんていうんですかね、落ち葉に紛れてこういう鳥が一羽いるんですよ、こういう形で。はい、まずね、肉眼で見てなんていう鳥だろうみたいなね感じでレンズを向けて撮影したと。これがね、ちょっとね、待てよ、チェックしてから行かないとね、行かないんで、行けないとダメなんで、まずね、これ間違えてたら本当申し訳ないんですけど、でさっきはカルガモね、これね、アトリっていう鳥だと思うんですよね。アトリという鳥だと思います。はい、スズメよりちょっと大きめな鳥で、これね、アトリというね、鳥、アトリさん、初めて聞きました。ただ、図鑑を見ると、どうやらこのアトリというね、鳥みたいですね。これカメラ目線にここでいただきましたけど、なんかね、草というか、原っぱをツン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 ついてましたね。はい。これはね、アトリという鳥。これね、本当にね、なんていうんですか、保護色っていうんですかね、迷彩色というか、これ2羽いるんですね。ここに1羽、2羽。こういう形で。だからちょっとね、難しいんですけどね。これアトリっていう鳥だそうですね。はい。まずね、これで2つ目ですね。やっぱり見つけると嬉しいですよね。はい、で出ました。これがね、これで四十からですね。ちょっと四十からはまた後にも出てくるんですけど、まあ3番目の鳥として四十からのちょっと背後を取ってしまいました。はい。これはまあ、よしとして。で、次に出ました。モズですね。はい。モズ、これすごい見てください。これ、500ミリの F5.6 の描写力ですね。これ500ミリフルで撮ってますけど、まあ今ね、ちょっとズームアップしますけどね。これモズですね。皆さんおなじみのモズです。
でね、自分でモズって鳥知らなかったんですよね。もちろんモズっていう鳥は知ってたんですけど、見たことがなかったんですよ。で、去年かな、一昨年だかちょっと忘れましたけど、梅の季節かな、梅園に花が咲くと結構いろんな鳥がついばみに来るじゃないですか。その時に撮ったんですよね、鳥をね。でそれモズっていうの知らなくて、なんか常備滝か何かかなと思ってたんですけど、帰りに西立川口に戻る途中に、知らないおっちゃんにちょっと、あの時84円かなんか持ってたんで、なんかお兄さんすごい長いカメラで鳥でも撮ってんですかみたいな感じだって言われたんですよね。いやいやそんなことないんですよみたいなこと言ってて、だから鳥撮れましたって言うから、常備滝撮れましたって言って見せたんですよね、液晶をね。そしたらそれモズですよみたいなこと言われて、初めてこれモズっていう鳥なんだっていうねことまで知ったんですよね。これモズですね。モズってなんかね、自分もうちょっと大きい鳥だと思ってたんですよね。これあれですよ、なんか人のなんか巣、モズなんか獲物を枝に刺して、なんて言うんでしたっけ、生贄に、生贄というか、なんかそういうこと、残酷なことする鳥ですよね、確かね。これモズですね。これで3番目ですね。初めてモズ見ました。モズはね、だから昭和記念公園結構頻繁に見られますよね。はい、これモズね、まだこうやって、これはね、小部園っていうんですかね、ハスの池っていうのかな、小部とかハスが咲く池のところですね。そこにいましたね、モズ。かわいいですよね。これすごいと思いません？この、やっぱ500ミリの F5.6 の描写力ってすごいですよね、これね。まあ、800分の1の F9 の ISO 800で撮りましたけどね。だからこの設定とかもよくわかんなくて、まあ、なんて撮れれば結果オーライでいいのかもしれないですけど、で、一応この、なんていうんですか、ワイドの CS っていうんですかね、スモールで撮ってますけどね。でね、やっぱなんかすごい難しいのは、撮りって止まれば撮れるんですけど、その、なんていうんですかね、止まった一瞬を撮れればいいんですけど、まあすぐ動いちゃったり飛んでたりするんでね、それすごい難しいなと思いましたね。はい、これモズですね。はい、でね、ここですね、ここ。はい。これね、ジョウビタキのメスですね。はい、これジョウビタキのメスですね。はい、ここでジョウビタキのメスが、4羽目ですね。ジョウビタキもなんかオスって赤いオレンジ色のお腹しているじゃないですか。ただこのジョウビタキのメスってちょっとね、地味、あれこれオスかな、メスですよね。珍しいらしいですね。はい、これジョウビタキのメスで4羽目ですね。で次に出てくるのが、はい、ここに隠れてるんですけど、はい、ここに、これがね、なんて鳥だったかな。はいはいはい。はい、これ、ちょっと見てもらいたいんですけど。はい、これです、これです。これ、なんていう鳥だかわかりますかね、皆さん。はい、これはね、ちょっと調べてみたんですけど、どうやらですけど、虫食いっていう鳥だそうです。これ間違えてたら本当申し訳ないですね。ただね、これね、虫食い。でね、虫食いっていう鳥も、なんとか虫食い、なんとか虫食いっていっぱい種類がいるみたいなんですけど、多分、虫食いっていう鳥じゃないかなと思うんですよね。これね、本当間違えてたら申し訳ないです。本当聞き流しておいてください。こういう鳥がいましたね。はい、これはね、なんだろう、チューリップ畑のあたり、これ、こうやって見るとわかると思うんですけどね。虫食いじゃないかと思うんですよね。わかんないです。はい。はい。で、あと、これ、また、ちょっと大きな飛行機、高いとこ飛んでないですけど、ピーチですね。ピーチが取れました。やっぱりね、なんか、上空見上げて、飛行機飛んでるとね、飛行機どうしてもね、通っちゃうんですよね、こういう感じでね。ちょっとこれ全然わかんないですけど、さすがにね、高度も本当に3万フィートとか飛んでる飛行機をね、もう地上から、もう500の、ね、レンズで撮ってもしょうがないんですけど、でこれあと東京消防庁のヘリコプターですね。撮ってる、飛んでるものを撮りたくなっちゃうんですね。まあこれは置いといてと、はい、なんでこんなに撮っちゃうんだろうねみたいな、ね、はい。でこれがね、ね、これがまた難しいんですよ。はい、これ皆さん分かりますか？ごめんなさい、これが虫食いですね。
で、さっきの鳥が分かんなかったんですよね。はい、このね、これ虫食いっていう鳥だそうです。このなんか目元に線が入ってて、ちょっと白くこのなんていうんですかね、アイシャドウみたいなのが入っている鳥が、これ虫食いっていう鳥みたいです。なので、ちょっとさっき出ました鳥は分からないですね。はい、出ました。これおなじみメジロですね。はい、メジロはね、もうどこにでもいますね、最近ね。メジロはね、結構メジロ推しっていうぐらいにね、結構なんですかね、いっぱい群れでね、いっぱいいますよね。これもね、草むらの中でね、なんですか、チュン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 してたんですよね。こんな感じで撮りましょうかね。なんか枝じゃなくて木の実を食べてますけどね。難しいな、メジロの写真どれがいいかな。こんな感じでちょっとセレクトしていきましょう。今日メジロも結構なんですかね、体がスズメよりもちょっとちっちゃいぐらいな鳥なんですけど、結構なんていうんですかね、なんですかね、効かない鳥というか、あれですよね、ね、よくカラスとかヒヨドリに追っかけられてるのを見ますけど。はい、出ました。で、メジロ出ましたよね。はい、これがね、またちっちゃい鳥、今飛んでったんですけど、こうやってね。はい、こうやってね、これ帰り際なんですけど、ここにも一羽、ここにも一羽いますけど、はい、これがね、すごい可愛らしい鳥で、結構ね、木の上の方にいたんですけど、これ、エナガっていう鳥だそうです。なんか顔がすごい可愛いんですよね。なんでこんなちっちゃいとこに、なんですかね、この木の芽を食べてるんだと思うんですけど、こういう形で、これエナガっていう鳥ですね。はい、こんな鳥も初めて見ました。だから今までその気づかなかったわけですよね。特にあの木の上とかも見ることないので、実はそういう木のね、本当に頂上のあたりにね、いたんですね。エナガです。はい、でこれですね、はい、これがですね、コゲラっていうキツツキの一番ちっちゃいキツツキみたいですね。これもいました、いました。ちょうどエナガを見つけた下の方にね、いましたね。こういう感じです。ちっちゃい鳥でしたよ。ほんとスズメよりはちょっと大きかったと思いますけど、もう真上ですね、ほぼ真上で撮りました。ちょっと顔が、この辺のやつちょっとね、セレクトしていきましょうかね。はい、これエナガじゃなくてコゲラですね。コゲラ何枚も撮りましたね。なんかこの木の枝の付け根のあたりをなんか掘ってなんかやってましたね。すごいいっぱい撮ってる写真顔がね、なかなか見られなかったんですけどね。はい、でこれが、白石霊ですね。でね、白石霊はほら羽田空港にもいたりするんで、まあ、どこでもね、道端よくいるじゃないですか。これ有名な、まあメジャーなね、鳥ですけどね。一丁白石霊、あとね、セグロ石霊っていうのかな、真っ黒な、ほんと頭からその羽から真っ黒なセグロ石霊もいたんですけど、これ取れませんでしたね。はい、あとね、これちょっと逆光になっちゃってるんですけど、この鳥皆さん分かりますかね、なんて鳥だと思いますかね。これをね、いろいろ調べてみたら、シメっていう鳥みたいです。間違えてたら本当申し訳ないですけど、シメっていう鳥じゃないかと思いますね。これ逆光でね、ちょっとね、見えないんですけど、こうやってね、木にこれ止まってるんですよね。ちょっとね、いやいや大きめの鳥ですね。だからさっき言った、モズなんかよりも全然大きかったですね。大きさで言うとね、ヒヨドリよりも若干ちっちゃいぐらいだったかな。はい、でもこうやってほら、わかるんですよね。木の上にね、座ってるのが。だから、ね、結構ね、目立つ鳥というか、わかる鳥でしたよ。こういう感じの。なんか文鳥みたいなくちばししてますよね。これがね、どうやらシメっていう鳥だそうです。わからないですけどね。はい。で、続いて、あれこれかな？これさっきの鳥か。後ろ向いちゃったんですね。で次に、はい、これこのカモ、これがねわからないんですよね。これほら、普通に昭和記念公園の池でプカプカしてるんですけど、このなんか水鳥がわからないんですよ。
なんかちょっと尾っぽがちょいって上がって全体的に黒っぽいよね。で大きさはあのカルガモと同じぐらいですね。これはね、その水鳥のさっきまでね、ここでなんていうの、水鳥のあの図鑑を調べてたんですけど、ちょっと分からなかったんですよね。なんかある程度ちょっと首が長いんでカルガモ系で、こういうなんていうんですかね、このハジロっていうんですか、こういうカモとはちょっと違うんですよね。だからカルガモみたいにちょっと首が長いんですよね。なんとかガモ、この例えばオナガガモとかハシビロガモみたいに首が短くなくて、なんかスマートなあのなんていうんですかね、白鳥みたいなスマートなあの感じの鳥ですよね。ただね、わからないんですよね。これはね、わかりませんでした、最後まで。ただそんなに珍しくないと思いますね。これ仲間は何匹か、何羽がいたんでね。はい。で、これまあ、これ休憩中に撮ったんですけど、ヒヨドリですね。これはもう、皆さんメジャーですね。家の近所にもいるぐらいなんで、まあ、やたらとやかましい鳴き声のヒヨドリですね。はい、これで今までの途中経過ですけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 で知らない鳥が2個いるんで14個なんですよ。これでカルガモ、アトリ、モズ、ジョウビタキのメス、ムシクイ、メジロ、エナガ、コゲラ、ハクセキレイ、イシメ、ヒヨドリ、あとわからない鳥が2羽ですね。はいはい、これもあのまあオーソドックスな水鳥ですね。これマガモですね。はい、もう皆さんご存知のマガモですね。これマガモのオスなんですかね、確かね。で次がですね、ここですね。はい、見てください。これなんていうんですかね、これはどこだったかな、西立川口の手前の左側のあの立川に行く通路と西立川口に分かれる道ありますよね。あの辺の草むらの中ですかね、にいました。これ結構ね、他のバードさんも撮られてましたけど、これがどうやらシロハラっていう鳥じゃないかと思うんですよね。多分ですね、多分シロハラっていう鳥だと思います。これもね、なんていうんですかね、この枯葉の色に混じってね、目立たないんでね、よくわからないんですけど、シロハラだと思います。で、あとこれ、シジュウカラですね。シジュウカラがちょっとあの、毛づくろいしてますけどね。で、シジュウカラも、ものすごい種類がいっぱいいるんでね、ちょっとわからないですよね。なんとかシジュウカラ、なんとかシジュウカラみたいなね。この辺のなんかね、種類がいっぱいいるんでね、ちょっと顔が見えないですけどね、ちょっと毛づくろいしてるシーンを撮りました。これもシジュウカラもね、いっぱい、もうなんか家族で飛んでますよね。あ、これ、はい、そうですね。これも四重から、そうですね。ただね、やっぱりその、まあ、鳥を取っててね、いろいろ思ったことがあって、まずやっぱりこの、ちっちゃい鳥探して、まあ、すぐオートフォーカスで合わせて、撮影するっていうのが、やっぱテクニックだなと思いましたね。あとはこうやって枝とかがあったりするじゃないですか、木の枝とかね。で、これ、ほら、木の枝が手前にあって、まあ、奥に鳥がいて、こっちにピント合わせなくちゃいけないんですけど、まあ、その時にこの木の枝にピントが合っちゃう、それがねすごい面倒くさいなっていう感じで、いやそっちじゃないんだよみたいなねで、だからなかなかね、こういうちっちゃい鳥だと特にオートフォーカス合いにくいので難しいなと思いましたね。はい、でまたこれジョウビタキのメスですね。ジョウビタキのオスがね今回見られませんでしたね。はい、で可愛いですよね、これね、ちょこんとこんなとこに座って、はい、お腹のね赤いジョウビタキのオスはね見たかもしれないですけど撮ることはできませんでした。この辺りがいいですかね。これもちょっとね ISO オートにしちゃってて、もうちょっと若干薄暗い場所だったんでね、 ISO オートで36,000 すごいですね。あ、36,000みたいな、ね、目がね本当にまん丸くて可愛い。以上ですかね。あ、この辺もいいですね。この辺もちょっとセレクトしておきましょうかね。ただこのやっぱり500の F5.6 の描写力はすごいですね。はい。これ撮りでも全然まあ、なんていうの、やっぱり、なんていうの、我々飛行機の時もそうですけど、撮りの時ってなんだろう、わかんないですよ。一脚を使う方と手持ちの方もいると思うんですけど、手持ちでこの500ミリの取り扱いって、
まあ、今回、まあ、自分持ち歩いてたんですけど、軽くてやっぱり500のこの F5.6 っていいんだなと思いましたね。はい、これさっきの白原だと思います。これ白原ですかね。はい、なんとね、ひたすらあの、なんていうんですかね、くちばしで落ち葉の下というか土の中ほじくってましたね。はい、これ白原だと思います。はい、であとね、また川、あ、じゃないや、池に湖に戻ってきましたけど、その他大勢ですね。でさっき分からなかった鳥がこれだと思うんですよね、これ。はい、あとはなんかカルガモとなんか見たことある鳥といますけど、まあその他大勢ということで、まあね、10羽以上取りましたね。結局はカルガモ、アトリ、モズ、ジョウビタキのメス、虫食い、メジロ、エナガ、コゲラ、ハクセキレイ、シメ、ヒヨドリ、マガモ、シロハラ、シジュウカラ、あとはどうしても分からなかった鳥が2種類なので、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16種類ですね。全部で16種類の鳥を取ることができました。あと、まあ、なんて言うんだろう。木漏れ日の丘っていうんですかね。あの、北の方も。あの辺、林がいっぱいあるんで、あっちの方にも鳥がいっぱいいるかなと思って行ったらね、あっちは全然いなかったですね。かえって手前の方がいました。要は西立川口の近くというか、この池のあたりというかね。こっちの方がいましたね。なんでだろうと思ったら、やっぱり木の実がない。それから葉っぱがない。やっぱりちっちゃい鳥だと、なんですかね、葉に隠れて何かやりたいとか、あと木の実を食べたいとかね、さっきのそのメジロとかもそうですけど、そういうのがあるから、やっぱり裸になってる全く枯れ葉っていうか葉っぱがないような裸の葉しかつけないような木ってあるじゃないですか。ああいうところにはちっちゃい鳥とか、まあ、鳥自体がね いないんだなっていうのがね分かりましたね。はい、だからあっち行けばね、いっぱい鳥がいるのかなとか、大きな鳥とかね、なんかワシみたいなね、あとはフクロウとかね、ああいう鳥がいたらね面白いなと思ったんですけど、全然そんな鳥いませんでしたね。あ、そう、ちっちゃい鳥しかいなかったです今回。だからもうちょっと大きい鳥とかもね、あのなんか本当に羽田空港で見たハヤブサじゃないけど、なんか猛禽類がいたりとか、あとはフクロウとかね、ミミズクとかいたらすごいなと思ったんですけど、全然いなかったですね。ちっちゃい鳥ばっかりでしたね、水鳥とね。あとそうね、やっぱりね、まあ、鳥屋さんってどうやって撮影してるか、どういう気持ちでどういうテーマを持って撮ってるかわからないんですけど、例えばなんて言うんだろう、この鳥を撮るってなったら、その鳥の生態を調べてその場所に行って定点で構えるんだと思うんですけど、やっぱり今回みたいにあれも撮ろうこれも撮ろうとなったりすると、えらい体力使うなと思いましたね。いくら 500mm の軽いレンズに、Z6II に増装をつけてると、まあ大体もう2キロ弱ぐらいになるんですよね。まあそれをね、まあなんて言うんだろう、抱えて持ち歩いて歩いて、あ、鳥がいて構えて撮ってっていう風になるとね、結構体力使いましたね。で、そこやっぱり同じカメラとレンズを使ってて飛行機と違うのは、飛行機はほら、その場所にずっと立ってて、で、自分が中心に飛行機が左だ、右だ、前だ、後ろだって言って、向けて撮るだけじゃないですか。でもこうやって野鳥をバードウォッチングをしながら撮るとなると、やっぱり自分で歩いて撮っていかなくちゃいけないんで、すごい疲れるなと思いましたね。はい、まあちょっとね、これおさらいですね。まずカルガモでしょ、これがアトリでしょ、これがモズで、これがジョウビタキのメスだと思います。それからこれがね、分かんない鳥、これ何ですかね。こんなにね、取れてるのにわからない。で、これが虫食いっていう鳥だと思います。で、これがメジロでしょ。それからこれがエナガでしょ。これが、コゲラ。これがハクセキレイ。で、これがシメっていう鳥だと思います。それからこれがね、わかんない鳥。で、これがヒヨドリでしょ。それからマガモに、シロハラに、シジュウカラと。で、またジョビタキのメスと、ジョビタキのメスかわいいなで、シロハラっていう感じでね。ちょっとジョビタキのメスは、ちょっとこれはセレクト外し、の、これも外して、こ
こう一枚にしとこうかなというような感じですね。はい、だから鳥取る人ってね、多分なんか好きな鳥とかなんかこういう鳥を撮ろうっていうテーマあるんだと思うんですよね。じゃないと、まあ、ズームレンズで手持ちの人だったらズームで撮ってきますけど、中にはやっぱり 500-600mm の大きなレンズ単焦点の持ってかれる人もいるんでね、見かけるんで、まあ、水辺だったらいいですよ。あんまり鳥も動かないし、休憩プカプカね、こうやって浮いてるのを遠くから撮ればいいんであれなんですけど、やっぱりそのね、どの鳥もチュン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 飛び回ったりするんで、そういうのをやっぱり撮るってなると、まあちょっとなんていうんですかね、単焦点でなんか撮影しまくるって大変だなと思っちゃいますよね。はい、モズがすごいですね、この描写力がね。でカルガモ、その寒いなみたいなね、ちょっと寒いよみたいな感じですけど、というわけでね、今回は全部で18枚撮りましたけどね。はい、あ、じゃああれダブってる鳥がいるのかな。あ、そっかそっか、そうですよね。なんだっけこれ、常備岳のメスがダブってるんだな。あ、あとあれか、あ、このなんだろう、さっきのこれ白原もこれじゃなくてこれだといいんだな。あ、そうなると常備滝のメスもこっち後ろのやつをセレクトして、ちょっとこれは取っといた方がいいね。はい、というわけでね、全部で16種類の鳥が昭和記念公園で撮れました。だいたいそうで、ね、9時半から帰りが12時半近くまでだったんで、3時間ぐらいでね、16種類ぐらいの鳥を見つけることができました。まあ、あとね、例えば、まあ、スズメ、カラス、あとトビもいたのかな、わかんないですけどね。まあ、あとはさっきのセグロセキレイとかも見かけたりとか、あとはこの水鳥もね、いっぱいいましたよね、その他大勢でね。その他大勢もちょっとセレクトしておきますか。まあ、そういう感じで考えたら、まあ、なんつうんだろう、30種類ぐらいはもしかしていたのかなみたいなね、感じがしますね。ああ、まずい、これじゃない、これじゃないと思って、これをセレクトして現像と。というわけでね、まあね、やっぱり素人なんでね、大変でした。同じ飛ぶものを撮る、カメラマン、写真撮影家ですけど、難しかったです。難しかったというかね、疲れました、ものすごく。勝手がわからないのと、もうなんかちっちゃい鳥をね、追いかけるのがすごい大変でしたね。はい、というわけでね、今回ね、まあ、2本立てですね。前半は昭和記念公園で自分が動画で、ね、出ているシーン、それから NX スタジオで実際にね、写真を紹介した、野鳥をね紹介した、写真のものになりますけども、2本立てでお伝えいたしました。はい、本日もねご視聴いただきありがとうございます。第2弾は多分ないと思います。もう 500mm と Z6、 もしかしたら Z9 がね手に入ったらお試しで、500mm と Z9 で試して鳥を追っかけてみましたってことはなるかもしれないですけど、多分ないと思います。はい、というわけでね、今回はね、まあね、野鳥撮影、昭和記念公園でね、野鳥撮影をしてみたというような回になりました。以上となります。ご視聴いただきありがとうございます。失礼いたします。